クロス FM アニソン専門プログラムアニチュン、アビルがお送りしています。皆さんお待たせしました。コメントゲストのお時間です。今夜は上坂すみれさんからメッセージコメントをいただいています。コメントの前に一曲聴いていただきましょう。上坂すみれ、今月26日にリリースされたニューアルバムアンソロジー&デスティニーからの一曲、筐体愛歌。アニチュンをお聞きの皆さん、アニジュー、上坂すみれです。皆さんお元気でしょうか。早速ですが、上坂すみれさんに質問です。は、何でしょう。上坂すみれさんが以前福岡にいらっしゃった時のことで何か思い出すことがあれば教えてください。いやー、いけてない。でも思い出はめちゃくちゃあるんです。あの、室見川があるのって福岡ですよね。違ったらごめんなさい。私の思い出の室見川あのデビュー曲が波打ち際の室見さんというですね、あのもうがっつりと室見川に携わっていたので、なんかそれをね、私室見川の看板を見ながらお散歩したのがね、思い出深いんですけれども、あってたかな。室見川は福岡。よかった。福岡県の主に福岡市を流れ博多湾に注ぐ二級河川。あ、やってた。よかった。私地理にめっぽう弱いので不安になったんですけれども、あとあの透き通るほど透明なイカ、あーもうこれはね、福岡で一番美味しいのってあのイカですよね。イカが忘れられない。もう次に行ったら絶対にイカを食べるんだ。それからあとうどん、うどんをね食べなかったんですよ。なんかうどんが名物らしいんですけど、あの福岡ラーメンばかり、あの博多のか、あの屋台のラーメンばかりを食べてですね、あのなんか名物と歌われるうどんも私は一度食べてみたいと思っているので、次行ったらイカとうどんです。はい、楽しみ。最近読んでいる漫画、ハマってるアニメ、やってるゲームがあれば、そのどこがツボなのか教えてください。はい。いや、もう、あの、ひっきりなしにね、あの、何かしら漫画とかアニメとかゲームとかは、もう、やるんですけれども、見るんですけれども、最近、またガンダムブームが来ましてね、何回かガンダムブームがね、人生であったんですけれども、パッケージで買った機動武闘伝 G ガンダムをですね、昨日また見始めてしまいました。もう3回目ぐらいなんですけどね、やっぱ面白いですね、ガンダムファイト。はい。ガンダムファイトはですね、ガンダムが、こんなに自由に戦えるんだっていうのを教えてくれる、すごくですね、脳みそがリラックスするいい競技です。おすすめします。さて、そんな私、上坂すみれは、10月26日にニューアルバムアンソロジー&ディスティニーをリリースしました。このアルバムなんですが、収録楽曲すべてで女の子の運命を歌った一編の作品集のようなアルバムになっています。リード曲の筐体愛歌は、お世話になっているザックさんの作詞作曲になっております。とてもドラマチックでかっこよくて素敵なロックナンバーになっておりますよ。他にもたくさんの個性豊かで豪華な作家の皆さんに参加していただきました。全15曲中、私の中でも最多の9曲を作詞するというとても意欲作な感じの一枚になっておりますので、ぜひよろしくお願いします。そして11月11日金曜日に上坂すみれセカンド写真集すみれの夢も発売します。こちらもぜひぜひチェックしてください。ということで上坂すみれでした。上坂すみれさん、コメントいただきありがとうございました。クロス FM アニチュンアビルがお送りしています。お届けしたのは上坂すみれ、今月26日にリリースされたニューアルバムアンソロジー&デスティニーからの一曲、筐体愛歌。いやー、もう可愛い上坂すみれさん可愛い。こうね、イカを食べに行くんだっておっしゃっていただいたんですけれども、福岡に来るときにその食べに行くんだがすごい可愛かったですね。もう困ってしまいました、可愛すぎて。多分、リスナーの皆さんもですね、可愛すぎてキュンキュンだったと思うんですけれども、
室見川、こう結構福岡県民、まあ、福岡市民の方にとって、まあ、慣れ親しんだ川だと思うんですけれども、まさか、上坂すみれさんの口から室見川というワードを聞くとはっていう、結構嬉しいですね、これは。ハッシュタグアニチュンでリスナーの皆さん、ツイートしていただいてるんですけども、皆さんも結構喜びいただいている声を聞こえております。ありがとうございます。さあ、最近では、うるせえ奴らのラム役を担当するなど、勢いが止まらない上坂すみれさん。今回のアルバムも、可愛さ全開で、キュンキュンすること間違いなしな CD になっています。そう、私、改めて今回筐体映画聞いて、割と、ラムちゃんと重なるところあるんじゃないかっていう風に思っていて、ラムちゃん結構まあ、重たいじゃないけど、まあなんか、愛が重い女なのかなっていう風に、思っているんですけども、この筐体愛花でもね、好き、嫌い、でも好きみたいな、めでてみたいな、そんなワードが結構ポンポン入っているので、こう、ラムちゃんに重なることもなくはないんじゃないかなと、勝手に思っております。皆さんはいかがでしょうか。いや、今ディレクターさんからあなたは重たい女なのって言われたんですけど、あ、でも待って、案外重たいかもしれない。いや、待って、でも待ってください、女の子は誰しもが重たいんですよ。ラムちゃんはまあ確かに特別重たいかもしれないけど、まあね、女の子には大なり小なり重たいところがあると思うんです。まあそういう女の子の気持ちを筐体愛花表現してるっていうこともあると思うので、こちらですね、まあ男性、上坂すみれさんが好きな男性の方はもちろん、女性の方にもこれはですね、ちょっと聞いていただきたいなと思っております。さあ、上坂すみれさん、改めて本当にありがとうございました。またぜひ福岡にお越しください。